韓国行って2日目昨日の夜、こっちの昨日の夜無事に着いたみたい。このお供はコーヒーで、これでスキー場行ってきます。まあ2時ぐらいに帰ってくるかな。あ、間違えた。ちょっと微妙に4分の3合を炊いてみたらうまくいくかな。じゃあ今から行ってきます。スキー場予定通り2時ごろに戻ってきて、今からご飯の準備する。炊けてるね、ちょっと昨日のお好み焼きがちょっと残ってるから、でもちょっと今度これを食べて、それでご飯の準備する。ご飯の準備しか今日のものを作る。ちょっと卵とチーズ足そう。チーズ増量したから、ほらチーズが溶けてきて、すごいすごい見た目になってる。ひっくり返せるかな。いけた。なんかこれだとお腹いっぱいになっちゃう気がするな。いい感じそう。もうちょっとだけ焼こう。
感じ。こんな感じ。チーズも焦げてカリカリでいい感じ。でもなんか一人でやっぱり料理してるとテンション低くなるな。大丈夫かなこの Vlog。いただきます。うん、おいしい。ちょうどチーズの部分取った。チーズは外の方はカリカリだし、この中の方はトロトロしてる。まだ豚肉に当たらない。あ、これだ。うん、おいしい。飲み物は水筒のあまりのぬるいコーヒー。
よし、美味しそう。いただきます。美味しい。